スカイタワー41は山形県上野山市に建つ超高層マンションである。1999年に竣工し、マンション建築としては東北地方で最高層となっている。地上41階、倉庫数389個の分譲マンションで上山市を流れる須川右岸の新興住宅地、近世地区の一角にある。最高部の高さが 地上134メートルと山形県内で最高層の建築物である上に所在地は中心市街地から離れた国道13号上野山バイパス付近山地を背景として周囲は田園となっているために遠方各所からもその全容を望むことができるこのマンションの開発販売はユーカリが丘ニュータウンの開発で知られる不動産デベロッパー山間の関連会社 ヤママンアーバンフロントによって行われた。ヤママンアーバンフロントは、第一官業銀行の役員が歴代社長を務め、第一官銀の不動産別動部隊とも呼ばれた会社で、仙台市郊外の西木川かニュータウンなど、大規模開発を行っていたものの、アーバンフロント、NSR と称号変更を繰り返した後、2014年1月31日に破産している。 所在地一帯が都市計画区域として建築、開発に規制がかかっているにもかかわらず、マンション敷地は細長い逆 U 字型の線引きで指定を免れており、これにはかつての山形県知事の関係者が土地を所有していたこととの関連も指摘される。各住戸は面積70から110平米のファミリー向け仕様で、分譲時の販売価格は2000から4000万円だった。 しかしながら、この値段で売られた住戸は、全体の1割もないとされ、数年後には1000万円半額程度で、売り裁かれるようになった。安価になった物件は、自動車で約20分程度の山形市への通勤や、セカンドハウス、賃貸投資用などとして購入され、2005年には、完売となった。マンションの隣接地には、山形県立上野山高等養護学校、 須川の対岸には、上山市立南中学校がある。一部で、江口洋介、森高千里夫妻が入居しているとの噂があったが、2019年11月11日放送の、テレビ番組、月曜から夜深しの検証企画で、関係者がこれを否定している。ありがとうございます。